朝倉未来さんっていうね格闘家の方がいらっしゃっておそらくこの方の主催だと思うんですけども YouTube チャンネルを運営していて「ブレイキングダウン」っていうね格闘技のイベントを昨日だったかなやってたんですよねでまあ多くは無名の方っていうかよく知らない人ばかりだったんですけどもでも時代ですよね YouTube の中で有名ならそれは十分有名だと思うんですよ 私もそうなんですけども有名な格闘家っていう方はあんまり知らないですしどちらかというと映画の中に出てくるね、あのー、主人公とか悪役ってのは、うん、すごいアクションスターとかもね全部格闘技の達人だなと思ってドニー・イエンさんとかねジャッキー・チェンとかあの辺ですけどもねああいうのに憧れちゃったりするわけですけどもいやでもね YouTube で見る格闘家とかねそのランクにはいろいろと差がありますけどもやっぱりねいや男って戦ってなんぼだなっていう気はしますよ。 でその中でその三崎雄太さんっていう方がいらっしゃるんですよね青汁王子っていう方が。その方がねあの私はね格闘技とは無縁の方だと思ってたんですけどもこの度、えっと、久保田悟さんっていうねあの急に出てきた方なんですけども。 この1000万円企画で、まあ、朝倉みくるさんに挑戦した方なんですけどね、この方とちょっとね、試合をするっていうんで、これは面白い試合になるなと思いましたね、やっぱりね。この三崎裕太さんのその仕掛けが上手ですよね。久保田悟さんみたいな、まあ、本当に強いのかどうかわからないような、なんかね、なんとかの合図の伝説みたいなことを、なんか、引っ提げてきてる人だね、自分で言ってるのか他人に言われてるのか知りませんけども、そういう人と三崎裕太さんっていう人が、まあ、試合をすると。 うん、でその久保田悟さんって最初に朝倉未来さんの番組に出てきた時はものすごい悪い人みたいなねスタートで自分も悪ぶっていたわけですよ、まあ、けどスパゲッティ食べてるところとかもう全然いい人で <laughs> 急にこの人はいい人だなと <laughs> であの朝倉未来さんと試合をしても全然いい人でねで危なっかしい人かもしれませんけどもなんかね あの障害で10回逮捕されたみたいなこと言ってますけども、多分障害で10回逮捕ってのは現実ないんだろうなと思いますよね。障害罪ですからね。つまりは執行猶予がどっかから効かなくなってくるんで、あの懲役とかになってるんじゃないかなとかね。あとどうなんですね。自分の前科を誇る人ってどうなのかな。大丈夫なのかな。うん、まあいろいろあるのかもしれないですけどね。まあそれで。 久保田悟さんはあの何、ー、すかね焼肉ねやあのおせよ山田さんとかとね一緒にモハンドラゴンさんとかと焼肉食べてるところでものすごいいいヒットなんでもうすっかりね私もファンになっちゃうぐらいなんですけどもいやこの方の三崎裕太さんがあのお互いに煽り合って喧嘩するのは試合するのは面白いなと思ったんですけどもでもねあの煽りの中にも笑いがあるっていうか、ね、一定の信頼関係って生まれるんですよね。 あのふっかけていくとふっかけ返すみたいな感じで、その漫才みたいになっていくるわけですよ。でえー、格闘技の前のそのー軽量とあと意気込み宣言みたいなところでね。この野郎みたいな感じで、土から2からパフォーマンスする人もいるんですけども、もうんまあそれもそれでね。なかなか面白いところもありまして、何て言うんですかね。まあ,あの結果見ると久保田里さんが判定勝ちをするんですよ。みさきうたさんはやっぱりね。あのー。 一歩二歩二遅れてていたかなってところありますけどもでも私がすごいなと思うのはあの彼にも久保田聡さんは格闘技だけでやってる人なんですよねあの少なくとも私たちの目の前ではで三崎裕太さんはビジネスの方でやってるんですよ経営者としてユーチューバーとして戦ってる人なんですよだから本来はあの同じ条件で戦えばいいのにね三崎優太さんがわざわざ 自分のの苦手手ななフフィィーールルドドそして相手の得意なフィールドに乗り込んでいたってところこれすすごいいじゃないですかあのこれ例えて言えば久保田悟さんがビジネスで青白王子の年収を抜くぜみたいなことを宣言してるようなもんなんですよでもそれはもう絶対しないじゃないですか、うん、で格闘技っていう世界に降りていって三崎雄太さんは短期間だったけども本気のトレーニングしてね立ち向かっていくみたいなで結果は2対1の判定で、うん、まあ例えて言えばこれね 反対の立場で言えば、久保田悟さんがあの年収、年商で、なんかね。三十億ぐらい作って、三崎豊さんが百二十億で負けましたみたいなこと言ってるような感じなんですよね。でもそっち、経営者感覚っていうのビジネスっていうのは、そんなね。一発当たりましたとか、短期決戦ですとか、判定勝ちですみたいな、なわけですよね、うん。格闘技もね、それは生きるか死ぬかなんですけども。まあ、なんか盛り上がったな、でも、ここで、これ以上コメントはやめとこう。 とにかくこの久保田悟さんにも私はすごく楽しませてもらったし三崎裕太さんにもまた新たなね男の勝負の一面を見せてもらったかなってことでねもうすごくもう普段格闘技あまり見ない私もすごく楽しみにしていた大会で結果がこうやって目の前で見れてよかったなと思いましてねやっぱり男の子っていうのはいつまでたっても戦って戦って戦,って戦い抜いてそして相手に知名度を与えないように戦って。 ゲームセットしたらノーサイド新しい友情を対戦相手と築いていくこの繰り返しでねなんか大人になり男になっていくのかなってことを感じた今回の件でございましたすごいねでもね体を張ってでこの世の中に我ここにありっていうふうに宣言できるのはやっぱね男の特権だなと思いますまあ女性も体を張る面があると思いますけども今回は格闘技ってことに 関してね、まさに汗苦しいむさ苦しい男の世界に少年ジャンプのような友情を見たみたいなねところでした本当にお疲れ様でした三崎裕太さん久保田悟さんそして朝倉未来さん素晴らしい企画をありがとうございました。